君か。ご機嫌。依頼を受けていただけますか？それ。あのな、それなら、そうか。水分補給をしたらもうひとっ走りしてきたいところだったんだが。今日は十分体を動かしただろう。オーバーワークになりかねないぞ。分かったよ。それで何か教わりたいことでもあるのか？基本は何度も書くことだな。ただ書くだけではモチベーションが続かない。だから俺は覚えた漢字の数だけ筋トレのレップ数を増やすことにしている。勉強するほどに強くなれるって寸法だ。とにかく勉強を頑張ったご褒美としてトレーニングを用意しておくのはおすすめだ。もちろん毎日こなすことも重要だ。こう口出しは控えるつもりだったが、それでやる気が出るのは秋彦くらいだぞ。それに秋彦が言っているのは日頃の学習方法だ。試験前に有効な手段でもないだろう。確かにそうだが、それならミツルは試験直前の今どう勉強しろって言うんだ？イレギュラーなやり方だが、試験範囲に絞って単語や数式だけを抽出し完璧に暗記するまでだ。何、全力集中で挑めば難しくないさ。予測不可能な敵と戦うよりよほど親切だ。とにかく説明より実践だな。問題を出してやるから解いてみろ。お前は筋がいいな。教えればすぐ吸収するし
応用力もある。あとは体を鍛えればさらに強くなるだろう。試験が終わったらタルタロスにこもってみっちりトレーニングするのもいいな。お前はいつも試験が終わってもオーバーワークの監視は必要そうだな。勉強もトレーニングもやっただけ成果が返ってくるからな。今日の成果期待してるぞ。今日はこの辺りにしよう。寝る前にストレッチもしたいからな。授業始めますよ。ご機嫌。私からの素晴らしい。それでは。それ。どうする？どれだ？それで用は済んだのか？また来い。どれにする？待ちたいがり。買い忘れはねえ。またよろしくな。
て。そうだな。ギャルギャルしい字書くんだね。ちょっと意外。違うの、これなつきちゃんの。私がタルタロスに閉じ込められてた間の分。優しいんだよなつきちゃん。でもね、結構抜けてるとこあるんだ。ほんとだ、ここ計算式だけで答えないし、このページなんかほぼ落書きだし。あ、ここよだれでにじんじゃってるよあんまり参考にはならなそうだけど、何より気持ちが嬉しいよね。うん。抜けてるところを埋めてあげるってこと？あ、それナイスアイデアだね。でも量あるし、終わるかな。なら私たちも手伝うよ。復習にもなるしさ。みんなありがとう。ほらフーカ、早くこっちにノート渡して。驚いちゃうね。うん、きっと喜んでくれると思う。二人のおかげだよ。私たちもいい復習になったかなね。明日夏希ちゃんにノート渡しておくね。それじゃあおやすみなさい。おう、はい、来ました。というわけで、
以上が7日に行った作戦のあらましです。やはり個体によっては一筋縄ではいかないようです。なるほど、敵も徐々に手強くなってるね。だけど悪い話ばかりじゃない。実は今日みんなに集まってもらったのは。待ってください、この際なんで霧城先輩に聞きたいことがあります。私に？私だけじゃないと思いますけど、ここに来てからびっくりの連続で、私少し流されてきた気がするし、ズバリ聞きますけど、先輩、私たちにまだ何か大事なこと言ってないんじゃないですか？例えば影時間やタルタロスのこと分かんないみたいに言ってましたけど、あれって10年前の事故と関係あるんじゃないですか？10年前の事故？学園の周りで爆発があってたくさん人が死んだ話、当時すごいニュースになったはずですし、先輩は、あ、幸い生徒は無事だったみたいですけど、でもなんか変。なぜかちょうど同じ頃、一度に何十人も不登校になってるんです。これ偶然なんでしょうか？どういう意味だ？私実は学園に残ってる昔の書類とか調べたんです。そしたら不登校なんてのは記録だけ、本当はみんな急に倒れて入院したって。似てると思いませんか？風花をいじめてた子が入院した時と。ちゃんと説明してください。10年前の事故、あの日本当は何があったんですか？学園は霧城グループが建てたんだから、霧城先輩は知ってるはずでしょ？私本当のことが知りたいんです。隠してるわけじゃない、必要のないことは告げてないというだけだ。しかし。仕方ないさ、君のせいじゃない。分かった、すべて話そう。シャドウにはいくつも不思議な能力がある。研究によれば、それは時間や空間にさえ干渉するものらしい。私たちは敵と思っているからあまり意識しないが、もしそれを利用できるとしたらどうだ。何か大きな力になるかもしれないと思わないか？今から14年前、そう考えて実戦に移した人物がいたんだ。霧城グループの先代、霧城光悦、私の祖父だ。祖父はシャドウの力に痛く見せられ、それを利用して何か途方もないものを作ろうとしていたようだ。途方もないもの？実現のために研究者を集い、シャドウを大量に集めさせた。シャドウを集めた？え、正気かよ。しかし10年前、計画の最終段階で暴走事故が起き、実験は失敗。制御を失ったシャドウの力で、後には忌まわしい痕跡が残ることになってしまった。それってまさか？そう、影時間とタルタロスだ。記録では、集められていたシャドウは分かれて飛び散り消失したとある。満月の旅にやってくるのはこの時のシャドウだ。消失？それでいつも予想できない場所に。ちょっといいですか？今の話が本当なら、なんで学校がタルタロスに？まさか実験をやった場所って。そうだ。じゃあうちの生徒が何十人も入院したっていうあれも全て
君の考えている通りだ。傘下にあって人も集まり、最も好きなようにできる場所、おそらくポートアイランドは最適だったんだ。実験の場所は紛れもなく10年前の月光館学園だ。それどういうことですか？それじゃこの部の活動って、無関係の私たちを使ってその時の後始末ってこと？騙したんですか？真田先輩だって知ってたんでしょ？これじゃ私たち都合よく利用されてるだけじゃない。それとも先輩は戦う理由なんてどうでもいいってことなんですか？そんな風に言った覚えはない。理由ならあるさ。どう取ってくれてもいい。黙っていたのは確かに私の意思だ。すまなかった。隠す気などなかった。だが筋道よりも君らを確実に引き入れることの方が私には大切に思えた。理不尽だろうと、戦えるのはペルソナ使いだけ、世界で私たちだけだからだ。今さら。それに私には力を得るかどうか選ぶ余地などなかった。私はミツル、もういい。竹馬君、罪は過去の大人たちにある。そして彼らはみんな自らの行いによって命を落とした。今はもう当事者はいないんだ。言われのない後始末なのはみんな同じなのさ。でも事故から10年、シャドウたちがどうして今になって目覚めたかは本当にわからない。でも目覚めたってことは見つけて倒せるってことでもある。これどういうことかわかるかい？あの12体こそ全ての始まりなんだと言ったらわかるかな。奴らを全部倒せば影時間やタルタロスも消える。その通り。さっきは話の腰を折られちゃったけど、どうだい、朗報だろう。本当なんですか？確証となる記録もある。ここからが本当の戦いの始まりだね。本当の戦い。事情がどうあれ、人を守るためなのは変わらない。シャドウたちはだんだん力をつけている。待ってるだけじゃ勝てない。はい。それにタルタロス自体にも謎は多いからね。なぜあんな巨大なものが現れたのか、僕らの知らない答えがきっとあるはずだ。答え。Day wears by, it never expires. But we will chill today. Let me ride.
遠目で見て似てるやついるなって思ったら仏の顔も三度までだぜ。今日こそは店のやつにチクってたな。まあこの世に仏なんていねえし、いいぜ、突っ立てねえで座りなよ。てめえの女房とせがれにも相手にされねえおっさんのとこ来てよ、楽しいのかい。ああいつも一人みてえだが、いねえのか、その友達とかよ。一人が好きなのか、人格に問題ありなのか。生きたね、迷いがなくて気持ちいいね。いなきゃいねえでいいんだ、友達なんてよ。人生のトラブルの大半は他人絡みだぜ。自分の親愛の対象となる他者を俗に言う友達って定義しようや。わしは常日頃からこう考えてる。他者に親愛を傾けてるやつなんていやしない。人は対人関係に見返りを求めるからな。自分以外のやつを愛せねえのよ、人は。自分を好かないやつを友達って呼ばねえだろ。そいつを好いたってことの見返りがねえから、自分の親愛の対象となる他者なんてこの世の中に存在しないことになるわな。誰しも親愛の執着点は自分自身以外にないんだからよ。だがおめえがあのフロアのとこにいるだろ、あそこのギャルどものどれかをさ連れてきてくれたらなってやるぜ。友達に見返りによ。女こますテンションじゃないって、帰りなよ。どうせまた来るんだろう。来るなっつっても。暇そうだな。ん？てめえか。何しに来た？また連れ戻そうってんなら話すことはねえ。そんなんじゃない。腐れ縁の相手でもたまには心配になることもある。あ？お前とも長いな。孤児院で顔を合わせてからもうすぐ14年か。よくミキとお前と3人でまだ更地だったこの辺を夜まで走り回ったな。影時間どころか時間なんてものに目が行くことさえなかった。ったく変わらねえな。弱音なら仲間に吐きやがれ。なんだと。普段のてめえはバカみてえに前しか見てねえ。昔の話なんかしねえ。分かりやすすぎんだよ。思い出話くらいするさ。俺だってな、実はな、影時間やタルタロスを消す方法がついに明らかになった。本当なのか。な、今まで俺は強くなることさえできれば正直他は二の次だった。だが昨日目的もなく戦ってるのかと正面から言われて、とっさに返せなくてな。戦う理由か。そんなもんそれぞれだ。理由がねえならいっそ手を引き合い、俺みてえにな。お前とは違うさ。というかお前に説教を食らうとはな。焼きが回ったもんだ。邪魔したな。ったくガキがちっとも変わってねえ。はい、ちょっといいか。先輩、
珍しいですね。あ、どうぞ。戦いのバックアップだけじゃなく、いろいろな調べ物も得意みたいだな。あ、すみません、皆さんに無断で。いや、君にああいうスキルがあるなら折り入って頼みがある。10年前の事件、あれの真相を分かる限り調べてほしい。でも、あの事件のことは一般には多分。調べてほしいのはキリジョンが保有しているサーバーだ。それって侵入いいんですか？私の ID とパスワードを預ける。君が罪に問われるようなことは決してない。詳しい事実が知りたいんだ。先輩。もちろん無理強いする気はない。わかりました。私にできることなら協力します。そうか、すまない。山岸、君は不満はないのか？事情はどうあれ、私は隠し事をしたまま君たちを戦いに巻き込んだ。恨み事の一つも言いたいはずじゃないのか？それは違います。私の家って親族がみんな医者ばかりで、うちだけが医者をしてなくて、両親が私のことにすごく熱心なのはそういうコンプレックスを見返すためなんです。だから家にいるの正直辛くて。でもここには私にしかできないことがあって、それを必要としてくれる人がいる。恨み事なんてないです。君はここに必要な人間だ。代わりは誰にも務まらない。そんな。鬼切るよ。邪魔をしたな。アルタロスの影時間が消える。ち、消えていいじゃんか。そういうために戦ってんじゃんか。なのに、なんで俺。くそ、なんでこんなモヤモヤすんだ。あーつー、まだ7月なのに。つーか、うちらもう3年じゃん。こうやって制服で寄り道とかすんの、何気にもう人生ラストっぽいよね。いいよ別に、早く大学とか行って遊びたいじゃん。そっか、なんか分かっちった。戦うのを使命とか思って夢中になってたけど、考えてみりゃ俺、それなくなったら俺、それなくなったら俺、他に何もねえじゃん。正義のためとか嘘じゃん。しかも戦うのだってあいつに水あけられたまんまじゃんか。あー、くそ、全部半端じゃんよ俺。はあ、悪い予感だけど、形のないものを信じてたって、そんなの無駄なのかな。お父さん、春先に届いたこの手紙読み返すの。10年後の家族、明日ムーンライトブリッジの開通式の会場からこの手紙を出すつもりです。手紙はタイムカプセルに入れられて届くのは10年後です。10年経ったらゆかりは16歳か。こんなにちっちゃい君がもう高校生なんだね。僕は仕事でいつも君を寂しがらせてるけど、君はいつも笑顔をくれる。今お父さんは仕事にやりがいを感じてる。キリジョーさんから主任研究員を任されたんだ。すぐに大きな仕事も待ってる。ここまで認めてもらえたのは素直に嬉しいことだ。でも誓っていよう、君や母さんの未来より大事なものなんて僕には一つもないんだ。お父さん。ゆかり、毎日は楽しいかい？希望を持って前に進んでいるかい？
今隣にいる小さな君のように明日を待ち遠しいって感じてるかい？これから10年、たとえどんなことがあっても君は幸せでありますように。それじゃ隣にいる母さんとこの心配性な手紙を大いに笑ってください。2000年3月6日竹葉栄一郎。どんなことがあってもか、信じるしかないよね。私は逃げない。お母さんみたいにはならない。絶対。僕ら初めて会ってからどのくらいかな。時が経つのはあっという間だね。ペルソナ使いとしての日常はどう？そう、それはよかった。やってくる終わりについてまた少し思い出したんだ。終わりが来ちゃう原因は多分ずっと前の出来事にある。そう、確か10年前だ。ねえ、君が両親を亡くしたのも確か10年前だったよね。ペルソナはね、使う人の鏡なんだ。だからペルソナ使いは自分自身の本当から逃げられない。でも僕はそれでも君と共にあるよ、友達だからね。おやすみ。